では、今日も後付け実況やっていこうと思います。今回ピックアップするカードは古文原白虎。このカードは悪逆無道の武力上昇値が武力プラス8から武力プラス9に上がりました。で、なぜスペック的に採用しやすいリカクシーや後世ではなく原白虎なのかというとですね、この計略、知力3と知力1で、もちろん効果時間には差が出るものの、受ける受傷ダメージは変わらないんですよ。この計略で自分が受けるダメージというのは、1.3% が3回の合計 3.9% のダメージを受けることになりますが、悪逆無道の場合はもともと自分が受けるダメージっていうのがすごい小さいんで、まあもちろん軽い工場一発入れば朝差しでも悪逆無道2回分のリターンは取れますし、2回発動しても内乱一発分なんで、それをその程度の自傷ダメージで式3で武力プラス9が得られると考えれば、かなり破格の効果になるんじゃないかなと思って、個人的に注目して使ってきました。このカードは、エラッタが入り、特に向上もつきましたので、今までよりだいぶ使いやすい状態になってるんじゃないかなと思います。特に単体で式が軽く発動できるので、わら系デッキ向けかなと思っております。で、こちらは式が溜まって塗るタイミングで、両校の孤立無縁、まあ、この計略武力プラス3制圧プラス1で永続と式4で考えた場合、まあ、ちょっと孫悟の部だったり気合数だったりに比べて効果自体はちょっと劣るところがあるんですが、この計略の強いところといえば速度上昇付きの牙でこれがやれるというところですね。やっぱり主効果速度速速がつくと騎兵なので、まあ、生存能力が極めて高い、そして当然速度が上がってる分、塗りも早いというところで、計略自体の性能は他の永続計略比べてちょっと控えめではあるものの、兵種と正気で差別化はできているかなと思っております。ただ、こちらどうしてもやっぱり低武力が中心のわらデッキなので、相手の文集がかなり厳しいですね。この少女の強襲で結局式がほとんど使わずに単体強化が打たれてしまうというところで、まあちょっとわらデッキダメージ計略や分身を瞬殺できるほどの超絶強化が入っていないタイプのわらデッキだと厳しいかなというところ、それをどうやって覆していくかですが、こちらの意図としてはできる限り原白虎で相手の足並みを崩して、足並みを崩したところにこう枚数差でパリンと城を殴りに行ければというところではありますが、文集がやっぱり制圧2で速度上昇入っちゃうんで、内乱を取りに行くのはかなり至難の技かなというところでしょうか。お相手は文集、この少女の強襲、やっぱりまあ僕は結構低コスト多めの藁好き好んで使ってるんで、ダメージ計略を入れてないパターンのデッキを組んでるときはこのカードに苦戦させられることが多いかなっていう感じですね。で、あともう一つ原白虎のいいところを挙げますと、これですね、すぐ死んだ場合っていうのは、まあ式3で時間稼ぎして敵にダメージ与えてっていう感じで、当然自分の自傷ダメージが入る前に撤退した場合って自分が受けるダメージもすごい小さいので、もう本当になんか低リスクで打っていける計略として優秀かなと思っております。ただやっぱ文集長いですね。これかなり色差も取られちゃっ
て舞台差もついてしまってるので、この局面もう一回分子打ち込まれると厳しいかなっていう感じでしょうか。お相手は増援の方、工場ついてるんで、できる限りここは城を守りたいですね。こちらは原発庫、ここはもう城を殴られるわけにはいかないので、この計略を悪逆無道を発動したところに相手は商用の強襲。ただここはまあ武力上昇値がこちらの方が大きいので、追い返せはするかなと思います。で左の遠州を追いつきたいですね。で準右慶の工場を止めますが、これ馬鉄と陳蘭が文州が切れるのとどっちが先かというところ、ここ撤退してしまい相手に式が入って、ただちょうど文州が切れてというところで、こちらはまず先に相手は商用の強襲、こちらとしてはこのタイミングで連冠かな。で連冠の方を聖兵再起、これで捉えて観察の計でカウンターを狙いたいところで、観察の計対象は準右慶と文州で、これ文州の撤退をどのタイミングで撤退させるか、連冠が入っているので準右慶にも追いつけそうで、準右慶をまず撤退させて、でここで文州が撤退。さてこの残り15カウントでどうやってカウンターしていくか、ここはもう時は急げと強者戦法、これで敵場まで一直線に大加速して、で炎章を陳蘭にとどめさせることができればという感じでしょうか。ここで両校の一発、で馬鉄と長英が張り付きに行って、長英で炎章の主将を強要させて、右側か左側かが通せればというところ、これプラス内乱を大きめに入れて逆転できるかどうか。馬鉄が入ってで内乱と両方の一発で逆転できましたね。で、ここで一応もうまあ、勝ってるとは思いますが見間違いはなさそう、逆転してますねというところで、まず1試合目でした。そうです、今回2試合取ってきております。2試合目も同じデッキですね。あとは2試合まず、解説付きでやった後に、お相手視点、声なしの動画が見たいという方用にお相手視点声なしの方を最後の方に載せておこうかなと思っております。でお相手は、各所巨著孫作、衣装、こちらもちょっとダメ系いないと厳しいかなというデッキですね。本来であればこれダメ系いないデッキだとかなり苦しいデッキではあるのですが、そこをなんとかしてくれるのがこの今回ピックアップする原発庫というところで見ていこうと思います。まず開幕は福系原発庫で踏むも、こちらは勝持ちなのでまあそこまで痛くないかなという感じで、陳蘭で衣装に抱きついて両校で突撃、みんな無事で、で伏兵の炎穂は踏まれずに各将の一発取られそうというところ、これはもう陳蘭はっつきに行って巨長陳蘭のところに留めておこうという感じでしょうか。どうしても伏兵防作という特技の都合上こういう展開は起きがちですね。でこれはもう両校で
各所を誘って炎歩で各所を撤退させて、で、陳蘭が下がって孫策に抱き、孫策に槍当てに行って炎歩、あ、炎歩じゃない、長英の弓と両校の突撃で孫策を撤退させて、でお相手は今残っているのが巨著のみで、衣装の復活前にちょっとでも場を荒らせればという感じでしょうか。ここで衣装が復活で炎歩の一発が入り、このまま内乱取れれば逆転できるかというところ。で、長英の弓は衣装に向けて原発庫と炎歩で巨著のいない側を攻めに行くことで内乱を確定させれれば、衣装取れたの美味しいですね。ここで、原発庫の一発が入って逆転。お相手は各所修羅の白道。これは、まだ72カウントで発動しているので最後までは継続しなさそうですね。で長英が撤退、炎歩が撤退して、このまま原発庫も持っていかれそうなので、まあ、次お相手の衣装が復活したタイミングで攻めてこられるのが厳しいかなという感じでしょうか。で、こちらは両校で、まあ、ちょっとでも作割を遅らせようという感じで、非迎撃されなかったのを確認して孤立無援。この孤立無援という計略、味方計略の対象にはならないものの敵計略は受けるため、まあ出てすぐ撃っちゃうと巨著の挑発で撤退させられる展開になりそうだったので、乱戦を確認してから使用しましたというところで、お相手は、増援の方、巨著と各将の主力2枚が削れていたのでここで増援発動してきましたね。でこちらは陳蘭でちょっとでも時間を稼いで、ただ即軍ついているのでこのまんまはっつかれて衣装を撃たれてしまいそうというところ。でお相手は衣装、これはかなり回復速度が速いです、速い計略なので、ちょっとまあ今こちらの指揮だったり盤面状況だったりで相手を殲滅させるのは厳しそうなので、これはちょっと悪逆無道で時間を稼ぎきれればというところ。これ巨著の首は取れるかどうか、原発庫で抱きついて長英の弓を当てておりますが回復が早い。でここで原発庫が切れてしまう。で、もうこれは原発庫、巨著が長槍なんで帰れないと踏んで最後に衝撃一発だけ当てて撤退。でここで衣装が切れるも、気づけば各将の兵力はほぼ全開。もう一度衣装が出てきたのでこれはちょっとまずい展開。できれば巨著は、この衣装を間に合わないようにという思いから巨著にちょっとでも抱きついて、もうこれ両校は勝つ持ちなので自らの死をも覚悟して巨著を抱きつきに行ったんですが、呪者の残幻発動、これ巨著が間に合うかどうか、間に合いましたね。接触1回当てれて巨著が撤退、ただ当然接触ダメはこちらにも入るので両校が撤退。こういう時に両校永続計略と勝つ持ちっていうのは相性がまあいいとは言い難いんですが、復活があることによって撤退してしまう試合展開になったとしてもリスクが小さいのと、まあ永続計略持ちにダメ系が打ち込まれるみたいな、そういう試合展開になったとしても復活が早いので、まあ全く使えないわけではない特技かなと思っております。でここは、後の展開を見越してちょっとでも前に出た位置で悪逆無道で、これで各所をちょっとでも包み込んで両校で突撃入れて、孫策の突撃が入る前にこちらは、連環の方聖兵再起で、ここは相手が衣装を先に発動されないように炎歩に合わせて連打観察の刑、これで、相手が衣装を撃ってきたら
孫作と各所そのまんま抱きつけるので美味しいというところですが、もちろんここはやっぱりお相手も意思を使ってこないですね。孤児の吐き、ただこれはもう孫作に連環が効いてるので孫作に指を当てて武力速度が上がる前に撤退させれましたね。で、こちらは空いた右側に強者戦法、連環の方が効いてますので、まあ、このまんま右側行って1コスとはいえ白持ち槍兵なのでそこの向上ダメージが入りますね。ここで衣装を撤退させて、であとはもう残りが巨著だけで他の部隊の撤退時間も長いので全員でべったり張り付きに行く展開になりそうで、挑発があるのでもう固まって張り付くのではなくばらけて張り付きに行きたいですね。でここは、巨著の足止めも兼ねて悪逆無道、巨著を縄文際に長い間居座らさせればその間左側でパリンパリンという風に逆転できると踏んで、悪逆無道の自傷ダメージよりも当然左側通してる時のダメージの方が大きいので、ここはもう中央原発庫に頑張ってもらって式3で武力プラス9なんでこれが強いですね本当に。で、あと原発庫はやっぱあの勝つ城っていう特技からすごい敵上に向かって投げ捨てるという運用も向いてますので、この計略僕はかなり強いんじゃないかなと思って注目しております。で、もうここは最後ちょっとでもワンパン取れればという展開ですね。で、欲張ってちょっとでも向上ダメージ稼ごうとしてますが、観察の計込みでもう復活してきちゃってますねというところで、2試合目でした。ここまで見ていただいてありがとうございました。では、ここから先は解説なしとなります。高く堂々と波動を邁進するのだ。
私の計算、狂いはありませんよ。やりやがったな。ご破産ですか。一筆切り
捕まってる。阻む。備えを怠ったようだ。
私の計算狂いはありませんよ。絶対的逆境を跳ね返さなきゃダメだ。時が来たか。ここで過ぎて黙るか。どこから攻撃が。